皆さん、こんにちは。今日は前回好評だった漬物シリーズの第2弾です。で、今日用意したのがこちら。じゃん。まずこれ、トルネードキュウリ。 このトルネードキュウリは、デリッシュキッチンっていう YouTube チャンネルの方から、レシピを参考にしたので、そちらのリンクを概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。こういう形のってよく縁日とかお祭りとかで売ってて、なんかそれ買いたくなりません？ これ見るとテンション上がりますよね。あとこういうのを食べてると、なんか普通に食べた方が美味しいとかいうやつ、なんかいません？いますよね。で、隣が業務用のやたらでかいたくあんで、こっちが赤い大根の漬物、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、赤い大根の漬物を食べたいなと思って、ちょっとネットで調べたんですけど、白い大根に着色してるのかと思ったら、なんかそうじゃなくて、もともと赤い大根がなんかあるらしくて、なんかそれを使って作るみたいな。でも赤い大根なんて売ってないじゃないですか。なので今日は普通に白い大根を紅生姜を作り方で赤くしました。すっごい真っ赤。 で、あと野沢菜で、今日のおにぎりは、味なしの白いご飯です。 いただきます。